実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。よし、いい子だ。こんばんは。それでは今夜もゴースト・オブ・ツシマですね。ツシマを平らかにしていきましょう。で、今回はこちら、忠頼の伝説、アザモに琵琶法師がいるという、忠頼と伝説の鎧について語ることで民に希望を与えている忠頼の装束っていうのが手に入るみたいですね。この任務に従事したいと思います。で、今なんか対馬の方から内常の呪い、内常公についてお話も聞かせてもらいました。晴れ艶と長久が手に入るみたいですね。これ次やろうかな、長久なんで。お前がいてよかった。お前がいてよかった。長久ロングボウ強そうですね。早く手に入れたいものだ。力が湧く方にお参りいたしましょう。遥か昔、ただよりなる者の負がアザモ村を海賊から救ったのです。おお、奉仕が皆に話をしている。お侍、どうぞこちらへ。こんにちは。ごめん。琵琶法師、目は開いてるな。話を聞かせていただこうか。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。この前試練一戦の時の琵琶法師と同じ琵琶法師か。桃戸瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊どもを押し寄せるに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこはアザモの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。伝承、これ伝承と読むみたいですね。忠頼の伝説。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。紫の冠、忠頼公っていう方は長尾家の方だったんですね。石川先生も何度かお話をなさっていた長尾家、確か長尾家の指南役だったのでは。石川先生は場所はどちらだ。あった、ここか。忠頼の伝説、参ろうか。いざ。紫色の花を発見。紫の菊だ。紫の菊。奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。
鼻をたどって紫の冠へ行け。いや、しかし綺麗だな。ここで寝っ転がってこう空を見上げて寝たら、いや本当に気持ちいいだろうな、風を感じながら。影ちゃん、ちょっともう待っててね。かがり火、目的地が近いんだろうか。お？頂上。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。紫の冠の頂を調べろ。ちょっと調べる前に景色いいですか。いやー、またすごいいい景色だ。なんていい景色なんだ、本当に。素晴らしい。素晴らしい。本当に綺麗。旅に出たくなりますね。では調べましょう。こうだ。まだ新しい。お香がまだ新しい。誰か来たのか。何かあるようだ。忠頼の伊織への地図。絵を手に入れた。おお。地図に記された場所を探す、探せ。あった。下にイノシシがいる。イノシシとはあんまり戦いたくない。またイノシシちゃんがいるな。イノシシちゃんは馬に乗っていれば、険しすぎて登れぬ。険しすぎて登れぬ。これか。この灯籠を教えてくれてるじゃないか。ここか。親切だな。忠頼の伊織。ここ、なんか一回来たことあるの、迷い込んで。逆方向から。どっかから落ちて。民家が一個あったような気がする。お、ちょっと、待ってね。旧兵が三人ほど倒れているが、旧兵じゃない、猛虎兵が。向こうか。猛虎だ。なぜここが分かった。本当にここが分かったプラスなぜ冠のものと似ているな。なぜここに侵攻してきてるの、この伊織に。今人の動きがあった。誰かいるぞ。おー、いいとこだ。ここも本当にいいとこだ。これは？なんだろう。手合わせとくか。おー。陣の周りを紫の菊が舞ったような気がした。え、目的地はここか。誰の墓だろうか。え、時は経ち流れ静まる。忠頼公のじゃないの。弓引かばあまたを射抜く。長尾家の家紋だ。長尾家の家紋。忠頼の一族。矢の家紋だった。紫の冠と同じ子を抱いて間もない。ここで何をしている。かいるぞ。楓殿。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。なぜこうなる。もうちょっと話しよう。強そうだ、女武芸者。いきなりやるしかないのか、味方同士で。楓殿、いい面構えだ。
やるしかないのか。殺したくはない、諦めろ。あ、ちょっと待って、はい、よし、オッケー。強いね。お、何かやってくるぞ。さあ来い。ただより様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。荒らすつもりはない。ただより様の墓所を逃がしたって今喋ってる途中に攻撃してしまった。許されよ楓殿。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。話し合おう。いいね、かっこいい剣の構えだ。おお、楓殿やるおる、やりおる。全然油断はできねえ。かわす。何とぞお待ちを。おっと、我が名は楓された。忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモウラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。アザモウラを見守る村の裏にある山か。よかった、楓殿元気そうだ。ちょっと中を拝見したい。よろしいか。何も取らぬゆえ。うん、何もないな。しからば楓殿、それがしはアザモウラに向かい申す。よかったよかった、良き勝負でございました。アザモウラの裏、ここか。よし、では向かいましょう。この辺りかな。到着したけれども、お、表記が出た。で、ここに物資が落ちていたので忘れずに拾って。おお、紫色の花だ。目的地は近いぞ。こちらについております。今アザモラへ向かえということで。ん、待て待て、今なんかジンドの喋っていて。お、何？アザモウラにある山頂を目指せ。やつら奉仕を。やつら奉仕を。今一騎打ちできた。どういう状況？ああ、なるほどね。そういうことか。まず一人いけるか。よし、あともう一人。さあどうする。今なんかドクロマークが出たな。先ほどの琵琶法師だろうか。逃がしてやる。
なぜ捕まることになったんだ。堺様、よく来てくださった。ただよりの末裔に。あ、さっきの琵琶法師だ。何があった。ただより公の嫡男が書いた巻物を猛虎が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか。いえ、堺様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。ただよりの石碑。いよいよただよりこの鎧を手に入れる時が来たのか。これは矢、弓も置かれてるんだが。では、ただより子。しかし、猛虎はいろんなことを調べ上げているんだな。これも対馬攻略のためでしょうか。ただよりの鎧、絵も言われぬ美しさだ。おお。下がっておれ。猛虎は近づかせ。何か来た。せっかくだ。これなら数百の海賊も一人で倒せる。弓で倒そう。ん？おいおいおい、何をする。お、なんだなんだなんだ。あれ、奉仕がやられた。なるほど、ドクロマークはああやってしばらくの時間を終えたら倒しちゃうんだ。え、火矢が降ってきてる。これ難しいぞ。ビア奉仕。これなら数百の海賊も一人で倒せる。よし。ん？また来た。ヒアだ。どうしよう。こいつか。よし、オッケー。こやつは？おおおい、ビア星大丈夫か。かっこいいこの音楽。ちょっと待って、タイミングが。ここはどうだ。よし、オッケー。あと一人いたと思うんだが。上か。オッケー。あー、どこ。見えん、いた。新手が来るぞ、無事か。まだ来る、まだ来る。どうしよう。これ弓かわすの別にこれでいいな。こうすれば無駄な動きがない。おっと、ただよりの装束。 OK、ありがとうございます。煙玉ゲット。ちょっとアイテム回収してきていいですか。多分矢がなくなったと思うんだ。そんなに回収できないな。で、その前にどういう能力があるんですか。引く速さと矢をつがえる速さ 15% 上昇。集中の制限時間が1秒も増えるのか。頭を射抜くと集中の制限時間が 25% 回復。集中してる時に解除しない方がいいですね。この、これを。ちょっとこ、こ
これ練習しないといけないな。集中の間に打って打って打ちまくるっていうやつ。矢も補充させていただく。ただよりこう。で、琵琶法師と話す。まさに弓取りのための鎧だ。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。どうかご無事で。かっこよかったな。技量獲得。技量が溜まってきた。そろそろまたランクアップさせようか。ここにいとくの。猛虎兵の上で引いてるが。では、お達者で。では、次回ですね。次回は、こちらの、うつつねの鎧。ここに行きましょう。それが終わったらまた、まさこの端に戻りましょうかね。はい。では、今日も熱い戦いばっかりでしたけれども、今夜はこの辺で終わろうと思います。案内人は、アーベでした。おやすみなさい。